大家好，我是林木。今天呢，我人在台中。今天是徒步环岛的休息天。我现在来到了雾峰的林家宫保堤岩区，都是很复古的建筑物。好像听说很久很久以前，很有钱的人做的家，感觉真的很有钱。因为这个地方真的很大，如果是我家的话，真的会迷路的那种。大的一个空间，很难想象这个是一个家人的家。那是什么什么林家花园吗？日本人が建てた本社ね。昔のお金持ちの人のお家？観光スポット。沖縄の建物にちょっと似てる気がするけど。ああ、そうね。ハロー。ハロー。今回またさ台中来たから食べ物連れてってもらったおすすめも。あ、そう。吃什么？我想要吃泡菜。烧肉。烧肉。我想要吃泡菜。它是什么炸物？这里的泡菜很好吃。台湾泡菜。太多了，有点尴尬。红烧肉是不是？豚肉。豚肉に赤こうじをつけたやつ。これね、おかゆと一緒に食べるの美味しい。うまい。美味しいよ。肉自体美味しい。嗯，很好吃哎，它为什么红色的？烧肉啊，当然要腌那个红烧。あとさ、これそれぞれの机があって、相席の目の前にお客さんがいるみたいな。めちゃめちゃお客さんいたんだけど、目の前ですげえ見られててさ、めっちゃ食べづらいし、コメントしづらいし、気まずいみたいな。嗯，挺好吃。冲绳有这么多人吗？有啊。这个店叫什么？鹅阿宗。鹅阿宗。鹅阿宗。直接鹅阿宗。对。鹅阿宗って日本語で。柿おかゆ。あ、柿おかゆ。おわが新鮮で美味しいでしょ。え、これさ、日本ないよね。食べたことないけど。ないよね。柿ね、おかゆ作らないよね。美味しいし、まあ台湾の柿で。小ぶりで味が濃いから美味しい。うまっ。これ他们吗？为什么买那么多？为什么？为了吃这个。对。好味道。鲜甜的。台湾人喜欢的味道。就在日本的话，不容易吃到这个辣，比较贵吧，应该是。台湾是蛮多的。超多。プリプリ。ここら辺日本風の建物が多かった。俺もよくわかんないけど、日本のなんか関係あんのかな。木に札がいろいろ貼られてて、まあいろいろ書いてあるの、一期一会とか、努力は自分を裏切らないみたいな。それ日本人が書いたやつだと思うよ。どうなんだろうね。また食べに行ったの？昼ご飯2食目。2食目。おかゆ食べて、これも食べたの？で、ここのコンローファンもなんか結構有名なところらしくて。わかる？コンローファンって知らない。角煮の1本丸々角煮がご飯の上に乗っててるみたいな。高菜もついて、イエーイ。悪い意味での脂っこいじゃなくて、なんか油の部分がもうなんかコラーゲンみたいな感じ。好吃。好吃哦。那你觉得跟上次那个三色哪一点味道不一样？对啊，好像不。它比较甜吗？它比较甜。它比较甜。これってさ、日本人が見たらびっくりするよね。ご飯にでっかい肉が乗ってるから。好きだと思うよ。結構太いんだけど、すぐホロホロ口の中でほろけるっていうか。他为什么红红？它就是跟那个红烧肉一样有腌过啊，红菊啊。红菊。比卤肉饭好吃。比卤肉饭好吃吗？卤肉饭就是红肉饭接触的。感觉不一样。部位不一样。红肉饭是哪里？它是腿的肉吗？前腿。红肉饭是三层肉。多分めちゃめちゃ煮込んでると思う。日本人好きですよ。なんでこういうね、角煮のご飯とかローファンとかああいうのが好きだろう。まだこれ昼？昼。もうやばいよ。食べ過ぎでしょ。3食目。サンラータンってさ、飲んだことある？タケノコが入ってるよね。日本人も酸辣湯好きだよ。なんか具材、日本人結構好きな具材入ってる。
好辣。好辣是什么？好辣。好辣。还有直播间哦，哦，那个味鲜烧，哈尼斯基。みんな好きだよね、こういうの。日本人もこういうの大好きでしょ。好吃吗？很好吃，对不对？欸，很好喝哦。超好吃的，我超爱吃这间。它的皮怎么做的？对不对？薄很薄。外の皮がパリパリで中がすげえなんかジューシーっていう。ここは本当におすすめだと思う。体重とかで。它不是很锅贴。它就是锅贴啊。锅贴是不是糖系？没有，我们小时候吃的锅贴都是这种。肉汁ジューシーみたいなイメージはないかも。蛮好吃的，对不对？超好吃的，还喷汁。它的皮真的很好吃，很好吃啊！因为它很薄，所以才会排队排那么久。我们排40分钟哎。小笼包と焼き餃子の間みたいな。これマジ日本人マジ好きだと思う。只有这里而已吗？它不是连锁店。是啊，来台中才吃的。爱的咖啡，また。また行ったの？他还有卖鸡排啊。又是爱的咖啡，乾杯。アイドルカフェの後ろにジーパイのお店があって、でそこもなんか食べるかってなってまあこういうのも本当台中しかない。あのシェンツァオってわかるかな。シェンツァオ入ってるんだ。タピオカじゃないんだ。タピオカじゃない、シェンツァオってわかる。薬草みたいな系で四角いんでちょっと切って食べたことあると思うよ。あ、そう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 。あ、カフェドンだったかも。いや、どっちも入ってた気がする。忘れちゃったな。中身のもの忘れる。台湾の定番のジーパイで一緒に。また食べたの？ジーパイも？豚の顔じゃない？違うよ。でっかい唐揚げ。でっか、これなんかさ、ジーパイってやっぱり日本の唐揚げとは全然違う。うん、皮がついてるよな。こっちの方が結構パリパリしてて、パリパリ俺は好きかも。なんかさ、みんなカリカリだよ。そう、なんでも、なんでもカリカリしてる。ケンタッキーもパリパリだね。そう、逆に日本のは濡れてるっていう感じ。なんかケンタッキーとか特になんかしなしな。台湾の食べ慣れたら日本の何これっていう感じだね。なるね、多分。またなんか揚げ物食べたの？これ臭豆腐。そう、臭豆腐。海苔臭豆腐食べれんの？いや、食べれない。食べたことある？そう、どう？あの、知ってるけども、食べたことない。あの、多分臭い感じ。でも食べたら臭くないかな。いや、食べても臭いけどさ、これ。なんか、いまだにこの良さが分かんない。じゃあ、你比较敢吃臭豆腐了、对不对？完全不一样。完全不一样、不会臭、对不对？有臭吗？有味道。不是、还好。食べれるけど、一応。噛めば噛むほどさ、極上の匂いするじゃん。ここのお店も結構有名らしくて、臭豆腐も美味しいかもね。臭豆腐の中では見た目が美味しそうだよ。すごいカリカリしてる。結構ニンニクがめっちゃパンチ効いてるっていう感じ。食べたら臭いよね。そう、もうなかなか聞いてないよね。この後誰とも会話できないよ、こんな。あ、喷了啦。ノリ、我是丢豆豆。叫错。追いかけっこしてたら、俺がなんか早すぎて走んの。食べて。台中の夜景見に行った。わあ、すごいね。台中を眺められる夜景、連れてってもらった。すごい綺麗だね。都会だよね、やっぱ台中。うん、台中は結構建物でかいよね。うん。あら、日本語なんていう？カモ肉。カモ肉じゃないのとか？ガチョウ。ガチョウ、ガチョウ。クリスマスの時食べるやつ。クリスマスは違うやつ。クリスマス、それただのチキンじゃない？ガチョウはまずいよ。ガチョウ、ガチョウ。ガチョウ。何積もってんの？ガチョウの肉ってさ、日本で食べないだろ。あんまり食べないんだけど。いや、いるけど、これ自体いるけど、食べないな。あんまり食べないけど、なんか肉自体はちょっと赤みがあって、結構歯ごたえがしっかりしてる。美味しい。うまい、うまい、うまい。結構なんか独特だね。皮もついてて。ちょっと興味深いな。そうなんだ。カモ。うん。カモとガチョウの肉違いがわかる。ガチョウの方が歯ごたえがある感じ。と甘みがあるね。アヒルってあれだろ、フォアグラの風味
そうそうそう、それそれそれはガッチョ。あ、そうか、それガッチョか。肉の旨味染み込んでる感じ、味も。そう、最後の。これがシュエハービンだっけ？幸せだね、こんなに連れてもらって。好多。美味しそう、食べたい。そう。それじゃ冷めちゃうわ。一応冬だけどね、これも。日本にはないもんね。具材がすげえ豊富。いや、なんか何でも具材合わせられるからいいよね。やばい、やばい、ママね、よだれもすごい食べたくない。要拌的吗？帮你挖。他会看见很好吃，很会。またなんかあの食べ物系取ったらちょっとまた。今頑張って歩いてんの？頑張って。まだ長いの。頑張るわ。じゃあ。頑張ってね。はい。はいはい。じゃあね。じゃあね。はい。